正体不明。ということで本日は最近増えている〇〇擬似語に正体を明かす系の歌い手グループや個人歌い手に焦点を当てて紹介していく回となっています。ちょうど去年の年末あたりからソーダキットやクロストを皮切りに増え始めたこの〇〇擬似語のフォーマットなんですけど、元をたどると2020年に公開された100日後に死ぬワニという作品が元ネタなんですね。なので歌い手界隈以外でもこの形式で投稿を行っているアカウントっていうのは多くて、ジャンル問わずバズりやすいフォーマットとして人気のようですね。本日はそんな〇〇擬似語に正体を明かす系のアカウントの中から絶賛準備中のこれから本格的に始動していく歌い手グループ、そして個人歌い手を3組紹介したいと思います。まず1組目はこちら、先週の動画でも紹介した超世代歌い手グループです。1週間前に突如誕生したこちらのグループなんですけど、まだ数本しか動画を投稿していないにもかかわらず、すでに1万2000人ほど登録者を獲得しています。特徴として挙げられるのはまず動画のクオリティで、最近投稿された告知動画がアニメ映像になっていることも話題となりました。また1本目の動画のタイトルが有名歌い手社長からのお知らせとなっていたことによって、一時期すごいボイシング説が浮上したんですけど、これはボイシングの威嚇、スタポラメンバーの配信で否定されていますね。こうしている今にも日に日に少しずつ情報は解禁されていて、先日はグループ名がブラメイであることを発表、そしてなんと12月11日より新宿のユニカビジョンにて限定の広告映像の放映が決定しました。このユニカビジョンっていうのは新宿にあるでっかいビルについているモニターで、様々なアーティストさんだったりが広告を流している場所ですね。過去にはストプリさんとかも期間限定で映像を流していて、僕もそれを見るためだけに新宿に行った思い出がありますね。このグループの歌い手社長っていうのがどんな人物かわからないんですけど、このユニカビジョンって1週間のプランでも最低数十万とかかかったりするので、結構規模感は大きいグループなのかなと思います。さあそしてお次はこちら、最近誕生したばかりの10日後に目を覚ます歌い手グループ。特徴としては先ほどの超世代グループ同様、動画のクオリティが高いこと、そして有名歌い手のプロデュースであることなどが挙げられます。それと動画の中でいつかストップ量を超えるというフレーズが使われているんですけど、これはなんかすごいドルレクを思い出しますね。なぎぶんまだショート数本しか投稿されていなくて情報も少ないので、今後の情報を追っていきたいと思います。そして3つ目はこちら、グループではなく個人歌い手なんですけど、6日後に正体を明かす有名活動者というアカウントです。特徴としては中の人の YouTube 登録者数は10万人以上であること、ほぼ毎日朝食の写真を投稿していること、魔法少女の格好でスーパーに行くなどかなり奇抜な行動もしていることなどが挙げられます。 X のフォロワーも1万人を超えていたりとかなり注目が集まっているんですけど、視聴者の間では結構うつくんなんじゃないかと噂になっていますね。8月に自首しますというツイートをして以降消息を絶っているうつくんですが、確かにこのアカウントと条件的に一致している部分も多いんですよね。まさかのここで復帰となるんでしょうか。今日の18時にツイキャスで配信をするそうなので、声を聞いたら結構わかりそうですよね。さあということで本日は正体不明特集ということでまとめていきました。この〇〇擬似語の形式ってバズりやすい反面、活動が本格始動した後視聴者が期待していた通りの活動内容じゃないとすぐに離脱につながるっていうデメリットもあるようで、正体を明かすまでがゴールではなく、その後の準備をしっかりしているかどうかでさらに伸びていくかが左右されるんですね。なのでもちろん正体も気になるんですけど、それぞれのグループだったり活動者さんがその後どういう活動を見せてくれるかが個人的にはすごい楽しみだなと思います。皆さんも気になっている新人歌い手グループさんなどがあればぜひコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。